オートミールとは、オーツ麦を食べやすく加工したものです。オーツ麦は別名塩麦とも呼ばれています。オートミールは食物繊維やタンパク質をはじめとする様々な栄養素が豊富に含まれ、健康食としても人気の高い食品です。タンパク質が豊富に含まれているので、ダイエット中の方や筋肉をつけたい方のエネルギー源としても重宝されます。オートミールは、オーツ麦の加工方法によって呼び名が異なります。ここでは、代表的な4つのオートミールをご紹介します。1つ目は、スティールカットオーツです。スティールカットオーツとは、脱穀したオーツ麦を2から3個に割った生の麦のことです。スティールカットオーツは、30分以上煮込む必要があります。プチプチと歯ごたえのある食感が特徴です。2つ目はロールドオーツです。ロールドオーツとは、脱穀した麦を蒸してローラーで伸ばし乾燥させたものです。ロールドオーツは加熱して食べるのがおすすめです。歯ごたえはありますが、5分程度煮込むとおかゆ状になります。3つ目はクイックオーツです。ロールドオーツを薄く砕いたもので、ほろほろとした形状です。クイックオーツは生でも食べることができます。加熱する場合は熱いスープで 2、3 分煮る程度にしてください。歯ごたえはあまりありません。4つ目はインスタントオーツです。インスタントオーツとは、クイックオーツをさらに粉砕してフレーク状にしたものです。シリアル感覚で牛乳やヨーグルトをかけるだけでそのまま食べることができます。お粥などに調理する場合は 1、2 分加熱します。栄養豊富なオートミールを同じく栄養価の高い玄米と比べてみました。オートミールにはどのような優れた点があるのでしょうか。いくつかの栄養素で比較してみました。優れている点1、食物繊維。オートミールの食物繊維は玄米の3倍あります。特に水溶性食物繊維である β グルカンが豊富に含まれているのが特徴です。β グルカンには脂肪を蓄積させにくい効果があります。また、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の比率が1対2で、これは理想的なバランスと言われています。優れている点2、タンパク質。オートミールのタンパク質は玄米の約2倍あります。日本人が不足しがちと言われているタンパク質が主食から取れるのは嬉しいことです。優れている点3、カルシウム。オートミールのカルシウムは玄米の約5倍あります。その他のミネラルも豊富で、そのほとんどが玄米の含有量を上回ります。オートミールはダイエットにもよく利用される食材の一つです。ダイエット中に気になる糖質とカロリーが、オートミールにはどれぐらい含まれているのでしょうか。オートミールのカロリーは白米や玄米と比べると少し高めです。しかし糖質量が少なく食物繊維が豊富という利点があります。食物繊維が豊富なので血糖値が上がりにくく、インスリンを分泌させる量も抑えられます。GI 値は穀類の中でもトップクラスに低く、ダイエットや糖質制限に向いた食材といえます。オートミールに豊富に含まれる栄養素によって、どのような効果が期待できるのでしょうか。具体的な効果とその理由を説明していきます。期待できる効果1、コレステロール値の改善。オートミールには水溶性食物繊維である β グルカンが豊富に含まれています。β グルカンにはコレステロール値を調節し、悪玉コレステロール値を低下させる効果があるとされています。期待できる効果に、血糖値のコントロール効果。オートミールに含まれる水溶性食物繊維 β グルカンは、糖の吸収を穏やかにし、血糖値を上がりにくくする効果があると言われています。特に太りすぎの方や2型糖尿病の方に対しては、血糖値を下げる効果が認められているそうです。期待できる効果3、便秘解消、腸内環境改善効果。オートミールに豊富に含まれる食物繊維は、便秘の解消に役立ちます。
また、善玉菌の餌になって腸内環境を改善する効果があるとされています。オートミールはとても栄養価の高い穀類です。私たちが普段主食として食べている白ご飯やパンなどの精製食品よりもビタミン、ミネラル、食物繊維が多く、内側のきれいをサポートしてくれます。複数の種類があるので、まずはインスタントオーツなど食べやすいタイプから試してみてください。慣れてきたら自分に合ったものを探してみるのもいいですね。しっかり食べ応えのあるロールドオーツはレシピの幅も広がるので、長期的に続けたい方は重宝するはず。健康やダイエットが気になる方は、ぜひ毎日の食卓にオートミールを取り入れてみてくださいね。川島屋のウェブサイトでは、オートミールのレシピや食べ方も詳しく紹介しています。詳細は概要欄をご覧ください。川島屋チャンネルでは、役立つレシピや作り方動画を配信しています。動画への高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。動画への感想などもコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。